はいどうもボビートレーザーのボビビーーアトレのです、えー、今日はですね、えー、10月9日ですかね第38回目の放送となりますそれではですねオープニングムービーをご覧くださいどうぞ どうもボビー・アトレザーのボビーです。えー、ボビー・アトレザーのね大阪のアトリエから、えー、ライブは放送で,です、ね、生放送で配信させていただいています。<laughs> えー、まあ昨日くらいからですね、えー、大阪もですね、えー、雨模様です今もおずっと雨降ってますねなんかあのニュースで見たらあのー、台風とかが近づいてきてるみたいなんですねあのー、くれぐれも お気をで、ねえー、ですねもう雨が続いているということで今日はですねこういうレザーがねっ乾小物がですね雨に濡れた時の対処法ね、えー、あくまでも我流 <laughs>、えー、ですけどボビーハットレザー <laughs> っていうか僕があの普段ん雨に濡れた時にですねケアしている簡単な方法ですね。 ちょっとお伝えしたで一応今日は雨まあ雨も降ってますしね、うん、多分みんなあの川って濡れたらあかんのじゃないかなとかさいろいろあると思うんですよ。うん、でですね、えー、以前あのブログに、えー、書いた記事があるんですけどねまあ読、まあ、んでいただいてる方もね非常に多いんでですねまあそれを今日はですね、えー、写真を <laughs> 交えながら。 お話しえー、っとまあ雨ねこれ雨にこう濡れるわけじゃないですかバイク乗ってたり、えーまあ、もともと雨に雨に濡れてたらですね、えー、ちょっと具合悪いんですけどなんかこう急に不意に降り出すことってあるでしょそういう時に、あのー、こうなったらねあのあーあーなるじゃないですか。でまあ ふだん革ジャンとかこういうバルハットとかですねあの,の素材とかやったらまだあのこう乾いたタオルで,ですね沈ましてあげるっていうかねあのこう濡れたところをですねえ丁寧に押さえてねこう含ます水をねこうタオルの方に移動させてでまあ陰あ干しとてあねかのしてえまああのこう風通しのいいところでねいうのが多いんですけどね。 えーまあ、こ今日はですねこのぬめ川ねあのー、言われますよねこう濡れた時にね案の定ねでまあそういうぬめのでね実験したことがあったんでねそれを写真をみんなと一緒にですね解説させていきたいと思います。でですねま、えー、まあ、まあ ちょっと実験するんでねまあこれあの今帽子これあるでしょ、まあ、まあ同じ革ですよ、まあ、ヌメがプレスしたやつですね、えー、ワニがワニ,ワニ柄にねでこれをですねえま,あまあタオルをちょっと用意してるんですけどねで実験的にこう水をですねバシャッとこぼしてねたまにあるじゃないですかあの雨がぬれててんてんなっててね でも実はこのねこの今着てるこのこここあれでしょうこのカオゃんねこれもですね、えー、沼メガですわこのあのこのラクラクダイロチキャメル <laughs> でこれをね初めてね下ろした時もね途中で雨降ってきてね下ろしたての日ですよ雨がまあ真夏ですようんもう真夏でもカじゃん着てますからねで困ったなと思ったけど。 ままあまあだけど別にそんなシミも残らずう、ね、あの普通にえ感じのキャメルに、ね、最初はこの初々しい肌色をやったんやけどね、うん、でまあそんな感じで、えーまあこえー、僕がやってる方法ですねえー、っと <laughs> まあこうやって水をこぼしてでこうやっぱこうヌメ側はねこうシミがねできたらえらいこっちゃなんですよねこれ結構あの例えばルイ・ヴィトンのおカバンとかもそうですねあのこう ちょっとこう持ち手のとことかたまにあの水シミができてるバッグ見たら「ああ」って思う時あるけどねうんまあ多分そのままにしてはったんかなとかでまあこうなった時にですねあの慌てるじゃないですかでこのまま掘ってたらねやっぱりねあのこういうもうろにこんな感じのシミができますそういう時にですね、えー、僕がやってる方法ですねちょっとお話ししますね でまあまあ、まあ、あの乾いたあタオルでですね、えー、まずはこう水分をですねこのこう濡れたところにね一回こうすあの移動させるというか吸わすわけですよううんこうタオルの方にね乾いたこれ乾いたって乾いたタオルで,、ね、であのくれぐれもですねこすっちゃダメよううんあのこう表面があのデリケートですからねでこう,こうトントンとこう,こうね優しくこう。 あのまあまあ、こう,いう,こう,いうようなもんですわでねでまあ,あその次ですねでまあ,あのこれ何してるか言ったらねあの今度はこう濡れたこうタオルをですね水を含ませて,服ましてで今度はですねちょっと待てよこれ <laughs> ああ,そう,、ね、あ,あそうそう,そうまあこんな感じでこれこれまた乾いたタオルの話ね。 <laughs> これ乾いたタの話はまだ <laughs> こ,うこれこんな感じでこうこうあのなんかこうなんていうのねなじませていくっていうかそのねまあ大体こんな感じになってきますわでまあ今度はですねこうぬれたあねタオルであ,のあくまでもタオルはですね綺麗なの使ってください私新品はねちょっとあんまり吸わへんので ある程度何回か使ったフェイスタオルというかが一番僕としては適しているかなと思いますね。はいでこれ今度一回こうぬらしてですね、えー、今度はねあのこうやってこんな感じですね。あのこうなんていうのなじませるというかねあのあごめんごめん。こここなじませるわけですよ。これ多分写真がここにあったかもしれない。なじませるわけ。あのこうなんていうのねなんていうかあのこう。 境目をこうぼやかすとような感じでこうあのなんかこう曖昧な感じにね、うん、パキッと分かれるようなしで、まあ、全体的にこうお含ませてあげるわけですよ。でですね、えー、あこほらほら、ね、こんな感じであの水しみもなくねかこれ乾かした状態ですよ。でですね あのー、乾かす時にもあの決してですねあの、あれですよ決してひ、えー、日向には干さないで下さいねあのー、スルメみたいにですねあの要は油分がこうね抜けてあの、パサパサになってですね逆にもろくなるんでですねこういう時はですねあの、陰干しでね優しくねうん。 こうま、あのこう表面の油分がこう,うわれてしまうんでね水分でね蒸発してであの直射日光やったら特にね用、うん、なんですねでそっからですね僕はですねこのラナパっていうねあの蜜蝋うのおもんですねこれ,これをまあ大体、えー、これ一個あったら何なと僕はあ対処できてますねあのえー、っとこれでね うん、これも何何年10年近く使ってるかなもう,も,うもう次買い替えないかなと <laughs> いう感じやけど <laughs> まあこれをね、えーまあ、これじゃなくてもいいんですよあの、まあ、靴磨きのもんでも多分なんかいろいろ要は保湿クリーム的なものというか、あのー、そういうクリームクリームですねあのおお肌に優しいような感じでねあの、まあ、肌と一緒ですからね皮ですからねこれもともと生き物ですからねこれね。うんでまああ でこ,のこういう感じですね、えー、トントンとこう乾いたらねこうお油分をこうふく含ませるわけですまあまあ風呂上がりにこう化粧水をつけると一緒ですねとか乳液つけるでしょ、まあ、そ,うそういうの,のりで思って,てくださいねでまあこういう感じであのこうおお油分をですね入れていくわけですよあのこ,こういう感じで入れるよりもなんか割とこうあの優しくスポンジでですねべたべたには洗濯いてくださいね あの逆にふ,ふやけますからねあの皮の表面がね。で、まあ、こんな感じであの逆にこう深い艶やかなあ感じにね、えー、戻るという感じです、ねあのー、成長するというか、うんあのね、逆にね一回濡れ,濡れてしまったら。 でもね、あの逆に、えー、濡らしてですね、あの、こういい感じで、こう乾かしたら。あ、特にぬめがとかだったら、いい、具合にですね、えー。キャメルにね、えー、色にですね。ええー、経年変化して、育ててきますね。なんか、こう、最近は、こう、写真を。<laughs> ブログに載せた写真をですね、えー。絡めながらですね。えー、なんか、このプレゼンテーションを <laughs>、しているような、感じですね。ちょっとずつ、あの。 ここんななととやったらおあの伝わるか,なとか、ね、まあほとんどこの生放送というのも後でこうね、あのー、ご覧いただくパターンが多いんでですね、うん、でまあこれもおまた YouTube にもね、あのー、この動画を上げておきますんでね何、えー、かあったらまたご覧ください、まあまあ、ブログと並行してでね、あのー、ブログの方がこう文章も、あのー、うん考えながらですね、えー 文章を吟味しながら入れてますね。今喋ってるのはね。あのまあ適当とかじゃないし、こうそのまま、その場のあれで。えー、編集なしで、えー、スパしてますんでね。ね <laughs>、こんな感じでね。まあ、あの雨に濡れてね、あの困るなってことがあったりするし。あの変わって、ね、雨に濡れたらあかんのじゃないかと、まあ、確かにそれはあります。あの、型崩れとかがね、やっぱり心配で。 うん、それと逆にですね型崩れって話にその型崩れを利用してですね、えー、僕の友達はですね、えー、あの革ジャンとかあるじゃないですか革ジャンをですね、えー、一緒に <laughs> お風呂入って、ね、ザーッとこうねでこう含ますわけですよほんでこう腕じわがこまあまあこういう腕じわがねこのできるわけこの腕じわがですねこうええ感じでできるからねあのこうなんていうんですかこう,こうやってね あの割とタイトな革ジャンをパチッと着てそれで寝ながらでねあの,こうビあのなんかこうドーピングっていうかそんな感じですね革ジャンをですね一日も早く形状を記憶させているねえ友達もそういう猛者もいますね。すごくねそれはそれれはであのい,い,いいまあ まあ自己責任ですよす全てだからあの型崩れを崩れるというのに形を作るっていうかあの、まあ、グローブでもそうですよねもうもう今はしうかしうけど僕ら子供の頃あのグローブもう,もう,もう,もうあの左利きなんで、あのー、こう右でねでここにボールをソフトボールやったかなかさ挟んでこう縛ってねあの濡らして。 でこう片付けけててよってドロース塗ってね <laughs> やっとったけどねやどまあまあそういう感じであのカ癖をつけるけどいらん癖がついたら具合ガいんでカバンとかでもねそういう時はあのあのいんですかあのこうあんこっていうかタオルをですねその形にちゃんと戻してでかけ干ししてで保湿クリームをこうねあのこうちょっとこう半乾きっていうかあまあまあ乾いてちょっとしっとりしてるぐらいかなっていう時に、まあ、あのクリームをですね、えー、塗ってですね 直射日光じゃなしに風通しのええ影でね室内でね乾くのを待つとゆっくりね、うん、そんな感じで、えー、ケアしていただければなと思います。ねまあ、あくまでもですねこれはあの自己責任なんでねあのこれが絶対に正しいよって、えー、言い切れんかもしれへんし。 ただまあ僕はこれを普通に <laughs> 生活に取り入れてやっております。ね。他にもまたもっといい方法があったらね、え、どうしようしね、お寄しくださいとかで何もテロップ出ませんけどね、<laughs> こんな感じで <laughs>。じゃあですね、えー、ちょっとこう、見てみましょうかね。えー、あーコメントをね、やってみましょう。あ、坂部さん、毎日ありがとうございます。あ、こんにちは。ね。えー、お住まいの地域はですね。えー、 雨ですかね、うん、ね。あ坂本さんどうもあんね電波悪いけどなんとかライブで見れてラッキーですあ,ーありがとうございます久しぶりだね、うん、ワイン飲みながらおいいですねも向こう深夜かなペルーはでも安いアルゼンチンの紙パックですけどこの町でワインは買えないのですということでワインをこぼした時は どワインは色染みがつくかもしれないねなるべくヌメ側じゃない方がいいねあの普通のこの銀面のおおまあこういう袖のところでこれ、えー、こっちじゃないわあこの紺色の方ねこういう銀面がある方をやったらまだあのこう,あのこうだっていうのタオルを含ましてタオルを含まして。タオルを含まして あのこうこうやってこすったらね守ってからあのあのもろもろっとなるからねあ,あんまりよろしくないかない感じですね。はいねあのこう吸わしてねでまああとあのー、同じようにこう皮の皮のじゃないや <laughs> あの濡れタオルにして <laughs> ほんでまあこうなじましてこうでまあ掛け干しいうんであいいと思います。ほんでまああの えー、あのあれをあのこうクリームをね塗ってあげたらと思いますね。うんまあまあ乳液みたいなもんですよ。うんあいろいろ見ていただきます。あ,すあスルメ言ったらスルメ食べたくなってきました。あなるほどいい感じで今あのあのワインワインがいい感じで回ってるんですね。やっぱこうくつろぎながら見ていただいているというのがあ嬉しいですね。うんはいで,ですねああ宮城さんありがとうございます。 こんにちは。あ、うまい具合に、えー、聞けましたと。昨日気がついたら終わってました。あ、今日はクリームの、もうクリームっていうか雨に濡れた時の、えー、対処法みたいな感じですかね。 うん、そういう感じでですね、えー、ちょっと雨が続いてるんでねほんでまああのー、ねこういう季節じゃこういう時やからしたけど昨日からですねあのこう久しぶりにこう見てみたら結構その、ね、ブログ記事を読んでいただいてるんでねそれをちょっと、あのー、今日はあのー、お話ししたいなと思いましたねうんはいえー、あ坂本さんまた編集なしの言葉が伝わりますありがとうございますねえ えー、宮城さんね、えー、興味深いですよ革の話ありがとうございますいろいろこうね今こういろんな方がご覧いただいてるんやなというのがあ伝わりますねまたあのこれ、あのー、アーカイブでねまたゆっくり、えー、お時間のね、えー、許せる時にですね、えー、ご覧いただけるとね しいで,すでまああの,ー、こ,のこの投稿がまあ役に立ったなと思ったらあ誰かにですね、えー、濡れた時こんなにしたらこんなしてるボビーさんはこんなこ,のことしてるでとか、ね、言うてね、あのー、お話をね、えー、広げてもらえてもいいですし、まあ、このお今流れてるこの動画をです、ね、あのシェアしてもらってもおいいですしもう,もう全然フリーなんで <laughs> まあそんな感じでですね、えーあのー、台風とかね近づいてますけどね、えー、くれぐれもお体に あの皆さんねご安,ご安全にですね、えー、安心安全ポジティブにですね、えー、この週末をですねお過ごしくださいそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイバイ